レオナルド・ダヴィンチのウィトルウィウス的人体図人体比率とは人体あるいはもっと一般的には動物の体の各部分の相互関係や身体全体との長さの関係のことである。西洋における芸術分野において全身像を描くために研究対象とされてきた。例えば身長が頭部の高さの N 倍であることを N 等身と呼ぶのはその一例で ギリシアやルネッサンス期においては成人は平均的に7等身から8等身であるとされている。下記のように様々な部位について標準的な比率が割り出されてきた。もっともデフォルメ技術を用いて表現する際には標準的な比率から大きく外れることもある。実際、マニエリスムの画家は10等身以上に身長を引き伸ばした人体を描いたとされている。また、近年においては スーパーデフォルメの技術を用いる表現手法もあり、スーパーデフォルメの投身に合わせた人体比率があるとする意見もある。成長による等身変化年齢によって、人の等身は変化するとされており、1歳が4等身、4歳が5等身、8歳が6等身半、12歳が7等身、16歳が7等身半、成人で8等身、老人で7等身であるという。 八頭身とした場合に頭部を測定単位として頭頂からどこまでになるかという情報を以下に記す。頭部頭部の下から胸の中央の高さまで胸の中央の高さからへそまでへそから恥骨の上端まで恥骨の上端から太ももの中央の高さまで太ももの中央の高さからふくらはぎの上端までふくらはぎの上端から膝元からかかとの中央まで湿下か,から かかとの中央から足裏まで頭頂からの測定以外の人体比率を以下に記す。古代ギリシアの彫刻家ポルクレートスは人体の理想的比率を理論化したカノンを表し、古代オリンピックの優勝者ドリフォロスをモデルとして理想の人体立像を作った。頭部の大きさが身長の7分の1であるカノンの人体比率はギリシア彫刻の美の基範となり、 カノンの法則と呼ばれた。その後、彫刻家リュシッポスは、頭部比8分の1の人体比率を作り、以来、八頭身は金星に至るまで、西欧美術の理想的な人体比率の基準となったと、主に日本人学者によって主張される。古代ギリシアでは、黄金比に基づいたプロポーションの造形を、数理的に金星の取れた美の原理として、建築や彫刻などに用いた。 黄金比とは、数学的には、A と B の割合が、A、B イコール B の関係を言い、A、B イコール1、1.618という分割となる。8頭身の人体比率は、へその位置が全身を黄金比の近似値3、5、8で分割する中心の位置となる。頭頂からへそまでを1とすると、へそから足底までが1.6となり、黄金比と近似する。 また、へそから足底までを1とすると、上に上げた手からへそまでが1となり、測定から頭頂までが1.6となる。二頭身程度で表現される、キャラクターの例イラストやアニメーション作品などで表現される、キャラクターの頭身は、現実の人間とは異なる場合がある。例として、以下のような頭身がある。ありがとうございます。